PS 安い体重計でも結構正確です。コッシーさんがいただきました。今日はだからさっきも見せたよ、これかわいいしょ、紫、薄い紫、パーポー、パーポーよパーポー。これキッカのラッキーカラーってパーポーなんですよ、パーポー。だからそれ知った途端にちょっとネイルも、これ昔買ったやつね、ちょっと変えてみた。赤だとなんか除光液で落とした時に手が真っ赤になっちゃうんですよ。 だから赤はもうやめようと思って、すごいなんかもう殺人事件みたいな感じで手がすごい真っ赤になっちゃうんです、指先が。それが恥ずかしいからちょっとそれも踏まえてやめた。今はパーポーですよ、パーポー。かわいいでしょ、いいことあるかなーパーポー。もうね、手のひらの方が恥ずかしい。だって確かにこれ目立つね。でもこれいいことありそうじゃない、なんか2014年。あ、そうだ、これライブのお約束ごと決めません。今適当に言うけど、25日から始まる吉川優のライブあるじゃないですか。その時にみんな聞き手にこうやって自分の手相をなぞって来ないと入れませんよゲーム。それね、決まりね、決まりです。ダメ？あ、これバーコードみたいな、これバーコードいらない？だって却下されちゃうの、すぐ却下される。でも最近キッカが言っ、なんかライブ中とか発言したことが最近スーンって叶ってるから、なんかいろいろ期間も適当に発言していけばどんどん適当に叶ってくんで、適当にっていう言い方は変なんですけど、でもね、そういうの楽しいじゃないですか。みんなさ、だってさ、汗かいてさ、こうやってさ顔とか拭いたら知らぬ間にさ、ここ黒マッキーでさあれになったでしょ。握手会とかもさ、みんなペタンペタン。あとボタンね、ボタン持ってきて。あ、約束事いっぱいだね、楽しいね。あ、来ましたよ、雪だるま職人さんからいただきました、ありがとうございます。新年度にやってほしいユースト企画を考えてみました。一つ目はパネル作り。ユースト放送をやってくれるのは嬉しいですが、背景がとても寂しいです。よく記者会見で見かける背景パネルを使ってほしいなと思っています。ゲストにサインしてもらえば、いつ誰がゲストで来てくれたかもすぐ分かりますよ。2つ目はマネージャーさんとの対談。マネージャーさんのツイッターは舞台裏の喫下情報満載で、いつも楽しませてもらっています。ぜひ視聴者からぜひ視聴者難しいね今だけの感じ。ぜひ視聴者からマネージャーさんへの質問を募集して、それについて2人で対談してほしいです。顔出し NG でしたら声だけの出演で。あ、いいねこれ。パネル作りもいいけど、マネージャーさんとの対談、今日ね、だってキッカのスタッフさん2人いますんで、なんかね、対談良くないですか。舞台裏のキッカ情報、ちょっとなんか、あ、いいね、それキッカが書いたやつで顔隠して。はい、じゃあ皆さん今から始まります、緊急企画、マネージャーさんとの対談。なんか聞きたいこと、ちょっといろいろ質問書いてください。ちょっと今ピュン、はい、来てください。ということで、これでさっきキッカが待ち時間に書いたこのやつで、はい、顔隠して。あれ、ちょっと今日の T シャツってちょっと被ってんじゃないですか。はい、なんかキッカの裏事情を聞きたいことある人、今すぐコメントください。スーンって、これが来ないんだな。え、映ってないですよ、こっちこっち。うん、色被ってる、 T シャツと結構被ってるよ。マネージャー同士で愚痴だって言うの。愚痴あります、愚痴なんかあります。いっぱいありますよ。やめてよ。キッカと行動を共にして疲れませんか。だって疲れますよ。例えば、まあでも寝坊とかそういうのはないか、そういう部分の心配はないかね。ないですね、まあ、あ、いっぱい来てますよ。ちょっと簡単にパパパって答えてくださいね、いいですか。おいくつですか。はい、仕方ですね。そうだな、
マネージャーしか知らないキッカーを教えてください。でも皆さんの想像する通りじゃないですかね。本当ですか。もうちょっと映ってください。せっかくなら、せっかくなら、あ、キッカーはチームでーす。想像する通り。じゃあキッカーの直してほしいところは？だろうね。雑なところかな。確かにね。それは。わかる。ちょっと待ってください。いっぱい言ってますよ。以上じゃダメ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 。キッカー以外では誰の担当に なりたいですか。だってよ。ノーコメントですね。本当に生放送の時ドキドキしませんか。だってそれはね、恥ずかしいですよね。キッカーの好きな食べ物をせーので言ってみて。いきますよ。いきますよ。あ、具体的にかな。具体的にいきます。それか大まかな、大まかなグループでいきます。好きな食べ物、じゃあ具体的にいきます。せーの、タコ。あ、なんて言いました。トルティーヤ。トルティーヤじゃない。タコタコタコ、あれだけ言ってるのに分かってないな。わ、ちょっと面白いねこれ。ちょっと待って待って、ちょっと今パソコンの使い方がよくわかんない。あ、これがあるじゃん。マウス、マウスっていうものある。いっぱい来てるよ。いろいろみんな緊急企画ありがとうございますね。結婚してますか。だってマネージャーさん、ほらマネージャーさんの年齢とかやっぱ聞きたがってるよ。ちょっとここはやっぱ言うべきじゃありません。マネージャーさんアウトだって。あ、もっとお世話になってたスタッフさん、前のスタッフさん登場かな。はい、前のスタッフさん登場です。キッカーユーのチーフマネージャーさん登場かな。だから来てください。だから今出るゲームなんですよ。そこ顔出したら出るゲームなんです。はい、来てください。いやダメですよ、これルールなんです。これそこのドア開けて顔出したら来るしかないゲーム。他のタレントさんと会うとき、キッカの礼儀などはちゃんとできているのですが、だってちゃんとできてます。ちゃんとできてます、だってよ。キッカにマジ切れしたことはない。ない、ま、ちょっと一回、あともうちょっと、もうちょっと、もうちょっともうちょっと、もうちょっと早くやろよ。楽しいね。指は何本ありますか。ちゃんと10本あるんですよ。やばい質問。待ってください。傘を、あ、キッカのマネージャーさん、この間のブログでも言ったんですけど、あの雨降った日は傘ささない男なんですよ。それはなんでですか。めんどくさいからかな。めんどくさいから、ええ、いっつもフードかぶってるんです、うん、まあでも布系の生地じゃなくて、あのツルツルとしたあのバイキング用のバイキングバイキング、あ、なんて言うんですか。キッチハッ、まあ、キャッチハッ、あ、そう、アウトドア派よ、うん、そうそう。キッカの夕暮れについてどう思いますか。いや、皆さん本当にすごい、あの優しい方たちで本当に感謝してます、ね、本当ですよね。いつもお世話になってます。キッカに直してほしいところ、あれ、はい、キッカに直してほしいとき、自分ケアをもうちょっとちゃんとねしてくれると。え、何ですか自分ケアって。いやね、自分で足もんであざだらけにしてこないとか。ああ、確かに、うん、それはしょうがないかな。キッカが漢字を読めないとき正直どう思いますか。もっと勉強しなさい。いや、そう、違うの、そういうマネージャーさんだって、あれ、俺漢字どうだっけみたいなと、よか、いや意外と抜けてるんです。キッカのマネージャーさんの方が、いや内面的にはキッカの方がしっかりしてるんですね。あのレコード会社の某 M さんも首をかしげてしまいました。ね、なんかみんなね質問が下品よ。まあ。面白いの来た。家から半袖で来たんですか。家から半袖で来たんですか。さすがにパーカー着てきました。パーカー着て、あ、でもパーカーなんだ、あの、ああいうの羽織んない、ワイルドだな。
あ、ま、誰か携帯鳴ってますよ。誰だろう。え、誰か来んのかな。来ない。あ、そういうのじゃない。え、なんかいっぱいみんな楽しんでんじゃん。嬉しいね。でもやっぱり、まあ、身内の人でもスタッフさんでも来てくれると嬉しいですね。やっぱ一人って大変。もう吉川の台本にはちゃんと振り仮名振ってあげてますか。だってなんかみんなごく一般的だけどついてるね。なんか質問が面白い。マネージャーさん英語得意なんですか。だってあ、でもあれ留学してましたよね。あ、そういうの言わない。オッケーオッケー。あ、でもこれ生放送だから大丈夫。あ、ダメか。次行きます。次の犠牲者、じゃじゃん、 M さん。あ、チェックかぶってますよ。ダメ。残念。マジか。ダメだってダメだって。でも次回ね、こういうのいいかね。なんかアポなし、本当にアポなし。ということで、もうそろそろあれですか。もう皆さんたくさんお便りいただいたんで、本当に今日は持つことができました。ということでですね、たくさんお便りいただいた中から一番多かった新曲についてちょっと話していきたいなと思ってます。今回の新曲は、あれ、詳しく、あれ、2パターンって言っていいのかな。カップリングと A 面シングルとカップリングだ。 A 面シングルとカップリングの2曲あるわけなんですよ。まあどっちがどっちかっていうのはまだ聞くかも知らされてないんですけど、じゃじゃん、これ歌詞見えないでしょ。そう、これね、まあ一つもう一つ、キッカらしい曲とちょっとセクシーで大人なキッカは言う難曲なんですけど、まず1個目、可愛らしいキッカっぽい曲、ちょっとハミングしたいと思います。皆さん耳大きくパソコンの前につけて聴いといてくださいね。どこ歌おうかな。サビ歌った方がいいのかな。え、覚えてない、やばい。トゥ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 10秒以上歌ってるけど、改めてもう一回、じゃあ数えててください、ここまででっていうの。そうだな、ちょっと今あやふや。いきます、もう一回サビいきます。トゥ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 、天気があればトゥ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 みたいな、こんな感じです。この曲は歌詞もらった時に、もろ吉川優だなって。これ歌詞言っちゃダメですよね。でも吉川優のこれ、でもほんと吉川ですよね。吉川のことすごい分かってる。まあ知ってる方が書いてくれたのかもしれないし、そこら辺分かんないんですけど、まあね、いい感じですよ。続いてちょっと大人っぽいセクシーで歌をちょっと、どこだろうな。この間これね、撮り直ししてきた。いきますよ。難しい、どこ、これ初めてラップがあるかも。ラップがあります。いい感じですよ。ちょっと待ってくださいね。どこ歌おうかな。いいですか、ハミングバージョンと鼻歌。何が違うんだろう。ハミングが、うんうんうん、ハミングと鼻歌って一緒ですよ。だって今キカちょっとあんまり喉の調子良くないから、一緒になっちゃうと思う。うんうんうん、てててててこれがハミングか。でも鼻ちょっと今あんま良くないから、ちょっと鼻歌はできないかも。ハミングでいけます。サビ、せーの、あ、忘れちゃった。
タタ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 タラップドル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 やめかここまで。でもそうラップってことは客席との掛け合いがあるわけだな。もっとラッパーっぽく、まあ、ラップの部分がねサビとかでもこの曲はセクシーな曲は本当にキッカが歌いたかった曲、まあ後藤さんに近い曲かもしれないですね。ガラパンとかサンボイタッチとかそっち系のすごいセクシーでかっこよくて、なんか一人の女性がなんかスタスタスタカツ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 ってヒール鳴らして歩いてるようなそんなイメージです。歌詞の方もまたいい感じになってましてですね、ラップがすごい楽しみな掛け合い待って待ってコメントコメント、ドラゴンボールかと思ったなっていう確かにあれでしょ、だったって言ってないって、だったってやったらだ、あ確かに似てる、ドラゴンボールかと、あ両方ともめっちゃいい曲な気がする、そう、そうそうそうめっちゃいい曲、あのね最初に歌ったやつもね、何？そんな新曲初披露するライブ告知、あそうライブ告知の前に、そうこのね2曲25日から始まる定期ライブ透明版ツアーで初披露ということです。1月25日川切り東京、そして大阪名古屋初披露もうすぐですよ皆さん、ちょっと大丈夫かな。1月25日秋葉カルチャーズ劇場2回目で行われます。まだセットリストとかも何の準備もまだできてないんですけどね、あのキッカー今回体力はすごい自信があるかもしれない、体力面的にはいろいろ今鍛えてるからちょっとそこら辺任せて、だから前以上になんかいいキッカーを優が見れると思います。初披露です1月25日東京、そして2月の1日には名古屋ハートランドスタジオ、そして次の日2月の2日心斎橋クラブドロップにて、透明版ツアー行いますので皆さんぜひ遊びに来てください。大丈夫かなライブ、なんかこれあれですよね、ダンスもつくわけですよね、いつダンスレッスンだろう、来週、あーやばい覚えないと、一番やっぱ不安なのは今回あのセクシーな方は踊るもうダンスナンバーなんで、キッカーダンスナンバーなんて何年ぶりかぐらいの勢いなんですよ。今まで手振りとかまあ踊ってもちょっとパッ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 とかだったんですけど、今回は本当のソロでダンス、ちょっとダンス久々なんでちょっと怖いんですけど、でもかっこいいキッカー優が見れると思いますので、ぜひ皆さんお友達誘って遊びに来てください。新曲言うのもなんですけどめっちゃいいです。そしてね作詞作曲の方もね楽しみにしていただけたらなと思っていますので、こちらもまたいい感じの大手なる人たちなんで皆さんぜひ楽しみに。はっちょっとコメント見なきゃよかった、ごめんキッカーまた寝てたわだって眠くなっちゃうよねごめんね面白い、いちいち言わなくていいわ。あ、キッカポールダンスはだっていいね、今ちょっと踊ってみようかって来てるけどね、ないんですこれがまた。でも新曲は本当に楽しみにしていていただきたい、これはねどうなる感じになるか、ちょっと筋肉痛にならしそう来週あたりということで、まだまだあれいいのかな、もう時間過ぎちゃったけど大丈夫かな。あと皆さん提案なんですけど、キッカは言うのグッズなんですけど、今まだこれ仮の状態なんです。一つだけゆっくり、これが今キッカの提案してる
グッズの T シャツです。これは T シャツ。これ表裏まだどっちにするかまだ分かんないんですけど、 T シャツの色って何色がいいですかとかありますか？好きな色、みんなが着たい色、ちょっと提案してください。今悩んでるんで。これ一色だけでしたっけ、使えるの？色、みんなが着たい、この T シャツのデザインに着たい色をちょっと皆さん今すぐスーッと教えてください。待ってますよ。はい、よーい、スタート。トゥ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 基本のボディは何色か。基本のボディは一色。あ、でこういう印刷の色を一色。あ、で二色使えるってことだ。あ、皆さん決めてください。はい、皆さんが決めてグッズ作ってください。はい、任せました。はい、頼みます。黒だって。黄色 T シャツがいい、やっぱ。蛍光イエロー、オレンジ。あ、パーポーって着てる。パーポー真似しないで。ドドメ色。え、ちょっと早い早い、みんなもっとゆっくりゆっくり。あ、白なんてちょっといいね。なんか3、きっかけ3で着た白でしたよね、確か。あのちょっと偽ブランドみたいな。あ、内緒。ピンク。あ、紫多いですね。まあ黄色がやっぱ多いかもしんない。黄色の T シャツに紫の印刷。あ、いいね、やっぱいいね。ちょっとこれ難しい。レインボー一色だっつってんのねあ、でも黄色多いですね。あ、それか普通に白、あれ、やべね、やべ、白の生地に黒のシルエットでいいんじゃない？そう思った。これ結構シルエットこのままでも可愛いですよね、やっぱ。でも色ついてた方も、それか生地が黒で、ここの、あ、でもかぶっちゃう、これ黒だからダメだ。黒却下。じゃあ黒以外。え、難しい、これどうやればいいんだろう。今回はでも、あれなんです、あのシルエットをテーマとしてマフラータオルがこんな感じです。またシルエットがテーマになってます。キッカって、さっきね、この K をね、これ書き忘れててね、さっきね足した。こんな感じで今回なんかシャレオーツで感じになってるんですよ。え、みんなね、何色がいいんだろう。難しいよね、やっぱこういうのって。何色だ、いっぱい来てる。でも愛されピンク、バニーキッカ、黒にパープルビニールに黒の文字なんて。うなぎ色、あ、うなぎ色いいね。うなぎ色、うなぎ色って何意味わからない、みんな。でも紫、あ、でも紫いいかもしれない。あ、誰か占い好きな人、キッカの今年の運勢の色、ちょっと2014年のラッキーカラーとかちょっと調べて、今すぐみんなパスパスで調べて。それかオーラが見える人は、キッカの今ここに出てるオーラは何色ですか？それ調べてください、見える人。それでその色にしとかにしない？勝手か、キッカは言う、勝手か。いっぱい来てるよ。何でしたっけ、トラブル発生ですか？大丈夫ですか？赤でお願い、水色、透明。あ、透明もいいね。でもやっぱ派手な色があれだね、キリン柄ってまあこれちょっとみんなの参考にしたやつをちょっといろいろね、後で集計して、それで色決めたいなと思っています。皆さんぜひグッズの方も楽しみにしててください。そして1月25から始まるキッカウェイの透明版ツアーの方ももう少しで始まりますので、ぜひ新曲披露もあります。友達誘っていっぱい遊びに来てください。
そしてそれが終わるとスリーマンもあります。ザ・ポシボ VS キッカワユー VS アップアップガールズカッコカーリー、キッカワユーとポシポシガールズカッコカーリー、全部で 1,2,3,4 箇所回ります。これも楽しみなんですよ。初めてかな、だって仙台とかさ、なんかそんなにあまり行かないのですごい楽しみです。こちらの方も絶賛チケットが発売されますした、されましたします。11日から発売中です。これより何よりキッカワユーのライブの方もまずは先にチェックしてください。こんな感じで1時間50 10分、放送しまして、キッカワユーの定期的に配信してみっか以上になります。皆さん本当に今日はありがとうございました。はい、新年一発目ということで一回ね CM を挟むっていうね、いきなりバツンってね、あれも手段としてはいい感じですよね。ありがとうございます。654人の方が見てくれました、ありがとうございます。ぜひ皆さんグッズの方も新曲の方もそしてライブの方も楽しみにしててください。以上、吉川優でした。バイバーイ。これ誰か吉川優の運勢調べといて。チャオ。これ今この間はずっと流してたから今日は。